さん、こんにちは。皆さんのメインスマホは Android ですか？それとも iPhone ですか？今回は2022年10月9日のスレ。メインスマホ Android が 50.4%、 ついに iPhone 49.4% を抜くをご紹介します。日本でも Android スマホの比率が高まっている。IT メディアモビールにおける1週間の記事アクセス数を集計し、その上位10記事を紹介する IT メディアモビール WEEKLY2P10。 今回は2022年9月29日から2022年10月5日までの7日間について集計しまとめました。今回の期間のアクセス数の域は、 MMD 研究所が実施した日米中3カ国都市部スマートフォンユーザー比較調査の結果をまとめた記事でした。このアンケートによると、日本のアンケート対象者557人のうち、メインスマホを Android スマホとしている人の割合は 50.4% と iPhone 49.4% をわずかに上回りました。従来日本では iPhone のシェアが高いとされていましたが、じわじわと Android のシェアが高まりつつあることを示唆する結果とも言えそうです。この調査結果をもう少し細かく見ていくと、日本では少し古めの iPhone を使うユーザーが多い傾向も見て取れます。iOS はアップデート期間も長いため、 iPhone は長く使う上では理想的なスマホとも言えますが、何らかの理由で買い替えることになった場合、現在の iPhone が高すぎるので比較的手頃な Android スマホに行く、そういう話もちょくちょく聞くようになりました。高いスマホを長期間使うのと、手頃なスマホを2、3年で買い替えていくのが良いのか、ご時世も相まって悩ましいところです。Google様のピクセル7祭りのおかげだね。みんな感謝感謝。 iPad 使ってるがピクセルタブには期待。ハイスペック iPhone で LINE メインとかアホばっかやろ。 iPhone でもカメラレンズが3つついてない男とは付き合えない。リンゴも落ちぶれ出してきたな。レノ 7A やレッドミノート11プロが4万ぐらいで買えるからな。そこそこの写真が撮れたらよくて、ゲームをしないなら4万円の端末でも何の問題もない。iPhone 買う金ねんだわ。そりゃそうでしょ、使いやすいもん。ピクセル、メール登録しておいて 10% オフのクーポン使って購入して、次に使えるクーポンもらって、来年のピクセル8で今のピクセル7を下取りしたら 10% オフって無駄じゃね。14で第5桁か。6、間に合った。貧しいのから。 iPhone は値段が高すぎる。7、ジョブズの遺産食いつぶしてるだけで、今じゃ名ばかりの別物なんだけどな。元々の美学や理念に反してても気にしない上辺だけの見えっ張りしか買わないわ。買ったエクスペリア19万だった。お財布携帯は必要ない。ゲームをしない。カメラがしょぼくても構わないのなら、3万円ぐらいのアンドロイド端末もあるからな。アンドロイドは低価格帯と高価格帯に分かれてるよな。エクスペリア 1IV とか20万するし。 10% 割引クーポン使ってピクセル7購入して、購入特典としてまたクーポンもらって、次のピクセル8を買うときにピクセル7を下取りにして、今回購入特典としてもらったクーポン使うと相殺できると。じゃあ一番初めの 10% って何や。低価格品にたどり着く家電の末路。 iPhone が出て本家 Mac のアプリがズダボロになった。ほんとクソみたいなもの開発したもんだよ。 iPhone から電話帳とかのデータ移行ってできないの。統計によって差があるので何ともだが、少し前にアメリカでは iPhone の比率が 50% を超えたという記事を見た記憶があるが、詳細は書かれていなかったし、他の統計では Android 優勢だしよくわからん。今思えばリンゴ信者もカルト臭かったな。 iPhone14 高すぎる。 Pixel 7でクーポン使えば安いぞ。元から Mac 使ってる人じゃないと iPhone にする理由ないじゃん。 Windows に入れた iTunes や iCloud の使いにくいことといったら高すぎるわ。 Android で十分同じことできるのに指摘すると信者って発狂するしな。iPhone 買うやつてカルト信者みたいで怖いわ。統一教会かよ。他ジャンルで海外ではお口に出すやつほど iPhone だったりしていたからな、わら。海外に合わせるのがそんなに好きなら、海外シェア6割以上だったドローを最初から使えや。 Mac2007 から使ってるし、 iPad も初代からいくつも使ってきたし、なんなら2014年からは Apple の株主だけど、スマホは Android の方が使いやすい。
盲目信者は認めたがらないけど。24、日本だと有名人はみんな iPhone だけど、アメリカの有名人でも Android 使ってるから、 Android 優勢っては間違いないと思う。3万くらいの泥使ってみたら普通に便利だったから、これでええわ。ぽちゃんと Twitter と見るだけ、インスタと YouTube くらいしかしないから Android で十分。6、電のみ恐怖症だから無理。中華 Android なら iPhone14 Pro 買える値段の半分でベンチマーク超える性能を買えるんだもんな。高額な信者のお布施に資金の海外流出、統一教会と対して変わらん。こういう無意味な争い見にくいわ。どっちも買えばいいじゃん。ずっと泥のハイエンド買っていて、今まで通り10万ちょいまでなら泥のハイエンド買ったけど、アホみたいに値段釣り上げたせいでもう何買っていいかわからない。逆に高くても iPhone 買った方が良いのかと思えてきた。今後泥のハイエンドは20万付近で売るつもりなのだろうか。お返しプログラムとか便乗値上げだろこれ。政府は中途半端に介入するなら、純粋に端末だけを家電量販店で値段競わせて買わせろよ。36、後者はほぼ Android も変わらん。調子に乗って値段上げすぎなんだよ。ほとんどの女なんてスペックなんて必要ない用途にしか使わないのにさ。もうイノベによるワクワク感はないからな。必要十分の性能を狙ってコスパ検討すると3万台からあるし、あとは無意味なアクセサリー需要でしかない。信者のせいでどんどん悪くなっていった印象。なぜ iPhone、Apple 一社のみとファーウェイ除く他全スマホ会社でシェア買ってドヤ顔してるのか聞いてみたい。ファーウェイ不在の泥に魅力なし。 iPhone って楽楽フォンみたいに頭弱くても操作しやすいのに、 CH メイト使えない時点で論外。普通ファーウェイだよね。37、そう思う。くだらない。 iPhone だろうが Android だろうがどっちでもいいけど、557人の調査って少なすぎだろ。 Android か iPhone なんて気にしてるやつなんておらんやろと思ったけど、何か iPhone 排除の兆しがちらほらしてるからな。 iPhone は Windows とのデータのやり取りが面倒。俺も次は SE か Android にすると思う。通話など名義上のメインはオンボロイドだけど、ゲームや 5CH 各種手続きは iPhone で、9割以上 iPhone をメインに使ってる。これどっちがメイン機種なん？テリアから14 Pro Max に変えたけど、カメラ性能はものすごいな。 Google すぐサポート切るからな。使ってみると Android でも不便はないなってなるんだよな。いつの間にかピクセルで Google フォトが無制限でなくなってた。45、それはないが、どれでもインターフェースが同じなので、家族や他人になんかやりたいと言われた時に教えるのが楽。スマホに10万とかあたおか。 iPhone さ、アプリ切り替えるとアプリ再起動とか、どんだけメインメモリケチってんだよ。ストレージでせこい商売してメインメモリはケチりまくり。44、タブレットは持ってる。59、かといって中華は使いたくないな。今 iPhone 欲しい理由がサンディスキャンと。ノーシー iPhone おじさん、 Android の使い方が分からずむせび泣く。59、スマホって本質的には小型になった PC だし、おまけに高画質のカメラまでついてるから、10万超えは何の違和感もないよ。デスクトップ PC、 ノート PC、 スマホの流れで PC の小型化が進んでるわけ。日本は外国製スマホを仕事で使っちゃダメだよ。特に中国製値上げしまくるから。ジョブス向きアップルに何の価値もないから。当然そんなよりいい加減ゲームで毒リンゴと泥別々にしろよ。毒リンゴの噴気性のせいでエロナーフと長期メンテで迷惑してんだよ。 iPhone 欲しがってるのはバカかゲームオタクしかいないと思う。ぶっちゃけおっさん、おばさんになるとそんな機能使いこなせないから、使いやすけりゃ何でもいい。 LINE、メール、通話、 YouTube だけ使えたらいい。子供部屋おじちゃん、おばちゃんがカメラで何撮るの。70、そういう考え方もあるかもしれんが、それならアンドロイドでどんなことやってんの。エクスペリア 1II マジで良い。 iPhone は不自由すぎだもんな。まだ抜いてなかったの。泥は違法アプリが使えるのが大きい。日本だとアンドロイド使ったことない勢いが多いだろ。今さらアンドロイドに変えれない。なんか先日のどこかの記事と逆のような。世論調査もそうだけど、メディアの数字ってバラバラでほんと信用できないよな。結局やることが YouTube とか SNS とかゲームだけなら iPhone も Android も変わらんだろと。53、
iPhone をメインに使ってる。自分で言ってるやん。両方使ってるが 5CH やるなら CH メイトだよ。ゲームの課金金額が Apple Store の方だけサイレント値上げされてて草。会社はやっぱ300人くらいの会社だけど圧倒的に iPhone だな。韓国人の技術者が何人かいて、その人たちも iPhone と Galaxy 半々くらいだな。中古のスマホの統計まではないだろうし、意外と Android 多いと思う。使い分けしてる人も多いだろうし。ぶっちゃけどっちでもそんなに変わらんから安い方がいいよ。アメ車と国産車ほどの違いがあるわけでもなし。安い早いアプリの自由度体感100倍。定価 2.2 万円、期間限定で 1.1 万円だった。これで十分だ。84。数年前の値上げも Google は少し後で追従したし、今回もやると思うけどね。47。これということで、メインスマホが iPhone か Android なのか決着はつきませんでした。皆さんのメインスマホは何でしょうか？概要欄にアンケートを用意しましたので、よかったら投票してね。さて、今回の話はいかがでしたか？次の話もゆっくりしていってね。最後にお待ちかね、じゃんけんのコーナーです。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。ふふふふふふ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマーク、コメント、どれか一つでも嬉しいです。じゃあ次のスレでお会いしましょう。さいなら、さいなら、さいなら。